なんだろう、君たちには分からんと思うんだけど、あのね、はっきり言うと船長のお尻ってマジでかいのね。うん、どうしたこれはって感じの。なんかどれくらいでかいかというと、常人ならば骨折しているレベルのね、転落をお尻でした時、お尻でね、あのライフで受けるさながらな感じで、お尻で全部ダメージ受けた時はね、一切ね、骨にダメージもなく、全部ね、お尻のあざ一つで済みました。お尻最強なの、船長のお尻超ね、屈強なのね、マジ。ほんと肉が厚くて、どれくらい分厚いかというと、あの船長の脳内のね、船長が頭の中で思ってるマリンの当たり判定ってのがあるんだけど、それに習って歩いてるわけで、船長って歩くときめっちゃお尻プリプリ振ってるんだけど、なんでお尻プリプリ振ってるかっていうと、あの別にお尻振ったろうと思って振ってるのではなく、お尻がでかすぎて、あの勝手に飛んでくのね、お尻が飛んでくの、飛んでっちゃうから、お尻プリプリ振るサメになるわけ。船長振りたくないよ本当はさ、こんなペンギンみたいに歩きたくないんだけど、でもお尻がでかすぎて、あの連れてかれるの、体がさ、ブンブンブンって、もうお尻に体が振り回されてる状態ね。そんでね、当たり判定もずれてて、だから物にガンガンぶつかんのね。なんかここ通れるなと思ったら、お尻がバンって当たって、船長でもお尻がバンって当たっても決めちゃってさ、一体で終わりじゃん。船長の場合はお尻が超クッション性があるから、そこで跳ね返って船長はポヨーンって飛んでくの、そのままなんだろう、なんかあのね、タッ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 ドンポヨーンって感じなの。そんな感じなのね。それくらいクッション性のある安定感のあるお尻なんですね。そう、まあそれが何かっていうとね、その船長はだから、それくらいお尻がでっかいっていう前提ね、なんだけど、それでベッドに寝るとどうなるかっていうと、キムジは男だからわからんかもしれんのだけど、船長くらいお尻がでかい女が寝ている時ってどうなるかっていうとね、もうこう寝るじゃん、横になるじゃん、横になってるとお尻がでかいから腰が浮いてんの、わかる？ね、分かってるかな、ついてこれるかな、この次元に。君たち、お願いついてきて、この次元の話に。ついてこれてるかな、大丈夫、シミュレーションできてる、ちゃんと。ねえ、このレベルの話ついてこれる？あ、分かる？分かる？あ、そう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 。そう、お尻の厚みで腰が浮いてる。常にそんな感じなのね。